こんばんは。急にやりました。どうもしてません。どうしたのって言ってる。なんか今日 MBS ラジオなんですけど、そう、あっぱれ火曜日、皆さん聞いてますか？あっぱれ火曜ラジオなんですけど、それの前にやってます。これはダズリンでね、マネージャーさんがマネージャーさんが私が好きなねものを買ってくれたんです。やった、スカイカチャどう？ホントにマム、イエーイ、一緒に撮りましょうってことで開けまーすお紹介したから開けまーす。いただいたの。やったね、嬉しい。で、喋らなくていいんですけどどっちが好きですかどっちが好きですか、右か左。え、こっち。私は、はい、私はね、皆さんどっちが好きですか？こっちか、こっち。ちなみに多分リンちゃんね、ココアだった気がする。リンちゃんはすごいね、カントリーマームよく食べる。私はね、バニラかな。私もバニラかな、迷うけどね。カントリーマームをいただく前に、まずは血糖値を上げる前にヨーグルトを食べます。皆さんは今は仕事中ですかね、仕事帰り、仕事中どう？今日の私服カントリーマームみたいね。確かに。仕事終わった。うん、そうだよね。芋ようかんのカントリーマム、そんなのあったっけ。でも今さ、いろんなところのカントリーマム出てますよね。船輪とコラボ。私はね、一時期ガールズドライブの映画のやつで、ガールズドライブの映画の試写会に行くとポップコーンが必ずあるんですよ。だからポップコーンを毎日食べてました。うん、そう、ポップコーンにすごいハマって食べてました。そういえば私さ、新曲の説明とか全然してないですよね。新曲、完食。新曲の説明、ん？ね、姉さんよりゆいの方が大きいんだよね。そう、お姉ちゃんより私の方が大きいんですよ、身長。
そうなんです、うん、ガールズドライブ皆さん北海道なんと最初一枠一部だったんですけど、皆さんがたくさん応募くださったおかげで二部制になりました。ありがとうございます。皆さん嬉しい、ね、ちょ私もその詳細がよく分かってないんですけども、でもそう二部制になったっていうのを聞いて、ついこの間数日前にそう SNS でねコメントがあったと思う、コメントというか宣伝があったと思うんですけど、そう今日解禁されたのか、そっか北海道、そうなの、そのね特典としてはお渡し会とお見送り会があるんだよね、うん、だから皆さんと目を見てありがとうが言えます。やったね。やっぱりさそういうイベントってさすがに大きいコンサート、ありがたくこう武道館とかはね、皆さんも帰る時間もあるしお見送りってできないのがなんかいつも寂しいなって思いつつしょうがないなって思うところではあるんですけど、そういう割と2000人ぐらいの規模、わかんない何人だろう、うん、でもなるべくねお見送り会とかがあるとなんかきっといろんな地方から来てくれてる方もいれば、なかなか本当に来れない方とかもいたり、席があまりよろしくなかった方もいたりね、するとやっぱりお見送りでちゃんと一瞬でもご挨拶ができるのはいいよね、いいなって思いますね。そうそれはいいよね。公園ね、僕の太陽公園ね、私どこのポジション、もともとえ、うん、みんなどこ何に出てほしいんですか、僕太だったら。私どの、私僕太知らなくて、僕太まだ面識がなくて、その誰どのポジションがセンターっていうのをまだ見れてないというか知れてないんですよ、うん、だからね、そう、面識ないです。ただなんかいい公園なのは知ってます。そうね、二人公園とかやりたいな。公園とかね、やっぱり近くで、公園とかいいんですけどね、ステージで踊りたいな。チームエイトの時みたいに地方のなんか本当にトラックとかの上でトラックのねこうステージが作れるんですよね。そういうのでイベントやったり、いろんな児童会館みたいなところでやったり、そういうチームメイトでやってたイベントをまたやりたいなって思います、うん、うん。やりたい。そう、そういうのいいですよね、なんかとても
綺麗なのかな。ブドウ、ブドウ買ったんですけど。で指で隠して、あーごめんなさいね、やった、あやだ、ありがとう、ありがとうございます。こうやってやって、こうやって、指の色そうです。ちょっと待って、ちょっと今洗いに行けないのでウェットティッシュで拭きます。ウェットティッシュじゃダメかな、綺麗だ、綺麗です、大丈夫か、大丈夫ですよね、綺麗だから、ちゃんと綺麗にして食べます。あら大丈夫、って言ってる。あの、え？あって言ってる。え？違う？え？あのブドウをウェットティッシュで拭いて洗えないから食べたんですけど、大丈夫ですよ。別に。え？変？え？変？じゃないですよね。え？大丈夫かな？え？でもだって害はないですもんね。うん。え、普段しないですよ、ちなみに。普段はしない。体に悪い。まあ一つぐらい大丈夫。マネージャーさんです。やばい、やばい。普段はしないよ。普段はしない。もちろんしないけど、今配信始めちゃったからさ、あれ、あれに行けなくて。酔っ払っちゃう。え、でも絶対大丈夫じゃない？大丈夫じゃないか。じゃあ分かりました、食べません、食べません、食べません。うん、絶対みんなやってるでしょそれでもさ、手拭かないよりは良くないですか。手拭かないというか、キレキレにしないよりはいいですよね。うん、やってない？皮むかないな、ゆい。皮むけないよこれ。ちなみに皮ごと食べれるっていうやつ。あ、そう、皮ごと食べれるのこれ、書いてある、皮ごと食べれますって。種なしぶどうです。みんな、うん、大丈夫だよね。あ、皮ごと食べれるから綺麗にしてくれてるんじゃない多分ね。もうみんないろいろ言うから食べない、今は。まずで食べますね。まあ心配してくれてるんだよね、優しい。うん、切れた。お水で洗おうね、みんなはお水で洗おうね。うん、今日めっちゃお姉さん髪伸びたからかな、多分そうだと思います。
髪型によって全然雰囲気が変わりますからね。これでツインテールにしたら多分子供っぽくなるし。ねネイル可愛いだよ、見てキラキラ。今日はなんだか幼く見える。そっか、そう。前髪伸ばしてるの、伸びてるかな。でも髪切りたいんですけどね。そう。切りたいなって思いつつも。みんなどっちがいいですか、髪長いのと短いの。投票しよう、投票。髪1番髪長い方、2番髪短い方。1番髪長い方、2番髪短い方。どっちがいいですか、どっちが好きですか。投票終了しま、すごいすごい長い。そりゃあれですよね、長い、今長いからですよね。早い投票終了するの早い、ごめんね。だってなんかどうでもいいみたいなコメント見えたからさ、あそうだどうでもいいよなって思っちゃって、そうだからすぐやめちゃったごめんね、真剣に考えてた方。そっか長い方にしたよ。そんなことないです、接してるし。髪は長い方がいい、そうだね、確かに長い方がいいよね。週間がいい、せっかく伸びたからね。まあ短くしてもエクステっていうのがありますからね。今はすごく自然な、まあ聞いたんですけど、皆さんの意見を取り入れつつも自由にします。イエイ、その時々でね、例えばねお芝居とか、なんだろう、節目とかで切りたくなることもあるだろうし、切らなきゃいけなくなるだろうし、もしかしたら染めなきゃいけないこともあるかもしれないし、いろんなね、わかんないですけどね、楽しみに、いろんな姿が見れるってことでね、楽しみにしてください。フラグじゃない、全然フラグじゃない、全然、本当に何も決まってません。そう、染めたことねないんですけど、でもなんか茶色いんですよね、若干。もう日に焼けしたのかな、髪が。そうそう、何色にしたい、なんだろう、でも茶色ね気になりますけど、でもって感じですね。ずっと片手にぶどう持ってるんですけどね、
お預け状態になってる。みんなが注意してくれるから。ちょっと待ってくださいね。何の曲にしようかな。今日ラジオの曲なんですけど、いつも曲流してるんですけど、よしってことで、じゃあ今日は急遽配信したんですけども、これで終わりたいと思います。皆さん MBS ラジオラジコで聞けますので、ぜひ聞いてください。あっぱれかよ聞いてください。ツイッターもフォローしてください。あとガールズドライブ北海道に行かせていただくので、ぜひ皆さんツイッターチェックしてください。夢叶えるプロジェクトも映画私が主演を務めさせていただいておりますので、ぜひそれの公開も楽しみにしててください。そうツイッターやってるので、どちらもぜひフォローして、その詳細が出てくるのをチェックしていただけたらなと思います。それでは皆さん、急に配信だったんですけど、見てくれてありがとうございました。バイバーイ。